if you mash, you chew, you up for crunch, and finish you off for dinner or lunch. こんばんは。こんばんは。田村鉄火でございます。今からほんのちょこっとだけの間だけなんですけど、皆様の人生にお邪魔させてください。といっても初対面の方も結構いらっしゃると思いますんで、僕が何をやるかと言いますと、先ほども紹介されたんですが、僕は楽器は持っておりません。しかし僕の手の中には、かって皆さんも使ってたことがあるでしょう、ジャポニカ学習帳、ひらがなの自由帳です。45年負け組田村鉄火、この中に書かれてあります、魂の叫びといえば大げさなんで、あの落書きみたいなものをロードックンロール、名付けました。ロードプラスロックンロールでロードックンロールをしちゃいたいと思います。それじゃあ早速ですが、ロードックンロールしてもいいですか？ Yeah. ロードックンロールしてもいいですか？ Yeah. シェイシェイベリーマッチ。宇宙人ジョーワワ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 、宇宙人ジョーワワ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 、今もどこかで地球調査をやってるんですよね。相変わらず地球人は滑稽ですか？このろくでもない素晴らしい世界は好きですか？宇宙人ジョーワワ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 ワ、あなたの目撃情報が2チャンネルに書き込まれてるのを知ってますか？商店街の CD ショップで八代亜紀の CD を買い占めていたとか、真夜中に公園で夜空を見上げて泣きそうな顔で缶コーヒーを飲んでいるとか、しかもボス以外の缶コーヒーの時もあるとか、宇宙人ジョワワ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 、孤輪星はとっくに消滅しましたよ。あなたの星は宇宙のどこかにまだあるのですか？あなたはいつまでこのろくでもない素晴らしい世界にいるつもりなんですか？それといくら宇宙人でもその年でどうしてそんなに簡単に転職できちゃうんですか？もしかして就活必勝法とかあっちゃったりするんですか？教えてください、宇宙人ジョーンズ。応答してください、宇宙人ジョーンズ。こんなやつばっかりなんで、すげえ気楽に来ていただけたらと思います。本当はもういやいやなんだろう、いい加減飽き飽きしてるんだろう、逃げ出したいと思ってんだろう、自由になりたいんだろう。僕が子供だった頃、君は町外れの小さなスーパーの小さな文房具コーナーの片隅にいたよね。子供ながらにちょっと安っぽいオーラを感じたよ。原爆を落とした国からやってきた人気者のネズミと彼の仲間たちのグループには入れてもらえず、なんか孤独感を出していたよね。それでも君はずっとずっと何十年もの間負けずに地道にコツ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 頑張り続けてきたんだね。今ではいろんなところで君の姿を見るようになったよ。高速のサービスエリアの売店でご当地キャラに扮した君を見つけた時はまさかと思った。巨大な君がプリントされた飛行機が青空を飛んでいくのを見た。アメリカの青春ドラマのヒロインが履いてるパンティーに君がプリントされているのに気づいた時はびっくり。君はいつの間にかワールドワイドな人気者になっちゃったんだね、なっちゃったんだね、すごいね。みんなは君をちゃん付けして呼ぶけど僕はしないよ。アブリル・ラビーンみたいにハローキティハローキティハローキティ。ところで最近の君はちょっと頑張りすぎじゃないのかい？誰とでもどこでも見境なくコラボしまくってんじゃないの？こんなところにもみたいなびっくりするコラボとかもあるよね。中には君の偽物もいるらしいけれど、本当はもう嫌々なんだろう、いい加減飽き飽きしてんだろう、逃げ出したいと思ってんだろう、自由になりたいんだろう。みんなは君をちゃん付けして呼ぶけど僕はしない。アブリル・ラミンみたいにハローキティハローキティハローキティ。
そろそろ君はただの白猫に戻りたいんだろう。好きな時に好きなだけ餌を食べて昼寝して気の向くままに路地裏を駆け抜けたいんじゃないのかい。ハローキティ、ハローキティ。あとはマイメロディーに任せてただの白猫に戻ろうよ。次のネタはある女性って言っても、結婚されてる人妻の方なんですけど、消えちゃったんですけど、その方に捧げたいと思います。君を探している、君をずっとずっと探している。あの日以来君の姿が見えなくなった。噂では君は安全な場所に避難したとか、ショックがあまりにも大きくて自ら命を絶ったとか言われていたよね。でん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 こちゃん、でん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 こちゃん、君は一体どこに行ったんだ。君はどこで何をしているの。かわいい君は行方不明。もう3年も経っちゃったよね。今でもあの頃を思い出すよ。青い青い空の下、何も知らない草や花や木が太陽の光をいっぱいに浴びて風に揺れながら新しい命をまぶしいくらい輝かせていたよね。その下を荷物をいっぱいに詰め込んだ車が何台も通り抜けていったよね。子供たちは家の中、いやテレビの中でサッカーや野球をした。その方が外でやるよりも長生きできるからって。でん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 こちゃん、でん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 こちゃん、君の優しい声が懐かしいよ。電気を大切にね、電気を大切にね。でんこちゃん、でん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 こちゃん、東京電力を解雇されて失業保険はちゃんともらったのかな。おお、でんこちゃん、でんこちゃん、アメリカの人気アニメシンプソンズの親父が働いている原子力発電所に再就職したとか、君にそっくりな人が中国の電気会社にいるとか、ネットで調べてみたけど真相は不明。おお、でん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 こちゃん、君は一体どこに行ったの。君はどこで何をしているの。かわいい君は行方不明。おおおおおお、でんこちゃん。次のネタは、皆さん島唄って知ってますか。知ってます島唄、はい。あの有名、まあ有名なやつですけど、僕も島唄ってネタを作ったんで聞いてください。昨日はチャーハン、今日は麻婆丼、明日はチンジャオロースにしようかな。味はかもなく、ふっかもなく、町外れのチャイニーズフード、毎日通うには訳がある。かわいいあの子は配膳中、片言日本語をオーダー取って、どんなに忙しくなってもマイペースは崩さない。君はきっと勝ち気なチャイナガール、だけどかわいいチャイナガール、見とれちゃってる、妄想しちゃうよ、今すぐ君をこの店から連れ出して、どこか遠くまで行きたいな。南の島まで行っちゃおうか、噂の島まで行っちゃおうぜ。ほら噂の島に来ちゃったよ。途中国境をつけた船に鉄砲攻撃、レーザー照射されちゃったけど、なんとあのシーシェパードが助けてくれたんだぜ。ガンガン体当たりをしてくれて進路を開けてくれたんだ。つまらんことで海を汚すなって言いながらね。センキューポールワッツソ、ただいま国際指名手配中。噂の島は本当に何もないね。繁殖しすぎた野ヤギたちがジロジロ見てるけど、君は中国4000年の歴史を脱いじゃって、僕はあるのかないのか大和魂脱ぎ捨てて、時を忘れてラブユーテンダー、ラブミーテンダー、野ヤギが見てんだ、俺何言ってんだ。僕と君との間のボーダーを全部全部全部消してしまう。果てしなく広がる青い空と海はとても穏やかで、優しいそよ風を僕らにプレゼントしてくれた。空を飛んでく渡り鳥はパスポートなしでどこまでも行けるんだよな。海の中を自由に泳ぐ魚たちに排他的経済水域なんて関係ねえんだよな。 Love you tender, love me tender, 信じてんだ信じてんだ、いつかきっと。次のネタは、いつも、ライブの時にお客様参加型リーディングっていうのをやってまして、まあ、要は言葉遊びなんですけど、次は簡単なやつなんで、ためらわずにもうひらめいた言葉をパッと口に出してもらえると嬉しいです。皆さんと楽しい言葉遊びをしたいと思います。ではいきます。動物の話、
リスとトラが結婚しました。リスとトラが結婚しました。来て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 、リスとトラが結婚しました。せーの、イエス、リストラ、シェシェ、ベリーマッチ。何年かしてリスとトラは離婚しました。リスは人間の加藤さんと同棲生活を始めました。籍を入れるつもりはありません。リスと加藤、リスと加藤、イエス、リスト加藤、イエス。一方、一方、トラは馬と再婚しました。いいですか、トラは馬と再婚しました。皆さんいいですか。じゃあ皆さん待ってますよ、皆さん来てくださいね。トラは馬と結婚しました。せーの、イエス、トラ馬、トラ馬。こんなドラマ、ドラマ以上、動物の話。ど根性があるって知ってますか。知ってます。やった、同世代です、同世代。いえ、ど根性があるに捧げる。はしゃぎすぎた夜の余韻がガラス越しの朝に消されてく。終わらせたくない夜迎えに来る現実の朝。その狭間ギリギリにギリギリに走り抜ける。始発電車の中、ある有名な革命家に会ったんだ。彼は、いや彼女は新宿駅から乗り込んできた。僕の目の前わずかなスペース、強引立ち位置にして釣り革につかまり、そっと目を閉じた。よく見れば可愛い顔の彼女、朝日が透き通るぐらい白い白い細い腕、真っ赤な T シャツ、ふっくらとしたバストライン、真っ赤な肌、ベレー帽、ギョロ目、ひげ面。おーイエス、可愛い彼女の T シャツは革命家のチェ・ゲバラ。可愛い彼女の T シャツは革命家のチェ・ゲバラ。いつもは少し遠くを見つめているはずチェ・ゲバラ。なんでかどうして今目が合ってる、目が合ってると思ったら、ゲバラゲバゲバこっちを見てると思ったら、ゲバラゲバゲバ話しかけてきたんだ。まさかど根性ガエルじゃあるまいし。おいお前、そんなにいやらしい目をしてこっちをジロジロ見るなよ。すげえ目力、ゲバラ僕を睨んでそう言ったんだ。確かに早朝からいやらしい目をしてたかもしれないので、どうもすいませんと言って頭を下げたら、隣のおっさんが変な目で僕を見た。ゲバラは僕を睨みつけたまま自慢げに言ったんだ。おいお前、日本の変態、本当は俺様が羨ましいんだろ。お前もこんな可愛い彼女の T シャツになりたいだろ。彼女の体のぬくもりや心臓の鼓動までも感じられるんだぜ。それは羨ましい感じもするけど、期間限定だったらいいかなとかも思ったりしたけど、いや特に T シャツにはなりたいと思いませんけど、僕は一応表向きはそう答えた。やっぱり初対面の人に本音は言いません。あ、本当か本当か、この日本の変態やろ。じゃあさっき俺のこと脱がしたいって思っただろう、思っただろう。脱がしたいやなんて思ってないですよ。おいおい、日本のむつり変態やろ、今度変なことを妄想したら即銃殺刑だからな、分かったか。おいおい、言ってくれるゲバラさ、どこに銃持ってんだよゲバラさ、顔しかねえくせにと思ったけど、口には出さなかった。可愛い彼女の T シャツは革命家のチェ・ゲバラ。それにしてもこの国は落ちていくばかりだな。もしも俺に体と手と足があったならすぐに革命を起こしてると思うぜ。役立たずの政治家でも次から次に打ちまくってるな、きっと。おー、ゲバラゲバラ、朝から熱く語っちゃいましたよ、語っちゃいました、語っちゃっちゃいました。僕はあえてそれに何も答えなかったら、ついでに言っておくと、お前みたいに生きてるのか死んでるのか分かんないやつが増えてるのもこの国をダメにしてる原因の一つなんだぜ。分かってるのか。さすがにゲバラ野郎のこの発言にはムカついたんで、顔面をぶん殴ってやろうかと思ったけど、もしも殴ってしまったら痴漢行為になってしまうことに気がついて、じっと我慢した。ちょっとした沈黙はしないって感じになったんだけど、やっぱり陽気な南米野郎は沈黙が嫌いらしく、おいお前、ところで俺の好きな食べ物は何か知ってるか。いきなりの話題変換、ジャンル違いすぎだぜゲバラさん。何ですか。別に興味ないけど、僕はそう答えた。俺は焼肉が好きなんだ。焼肉っすか。もちろん日本の肉はうまいけどさ、焼肉のタレもすごく美味しいだろ。特に俺はあの焼肉のタレが大好きなんだよな。名前で忘れちゃったな。なんだっけ、あの有名なメーカーのやつ、なんだっけ、ほらスーパーとかでも売ってるやつ。焼肉のタレですか。あ、思い出した、思い出した。焼肉のタレといえば、せーの、バンさん。あれ、あれはそういうのもありますか。それじゃないな。焼肉のタレで有名なメーカーといえば、エバラ。イエス、エバラ、エバラ、焼肉のタレ。おやじギャー、ゲバラ、おやじギャー。ちょっとここでいつも終わってるんですけど、最近一つ付け足しております。そしてゲバラは言いました。悪いけどさ、よかったろうに焼肉をおごってくれないか。それで僕は答えました。どうして焼肉をおごるんですか。焼肉に行ってもいいけど、自分の分は自分で払ってくださいよ。それで ゲバラは答えました。自分の分は自分で払うか、チェ。自分の分は自分で払う、チェ。イエス、ジバラ。イエス、チェ、ジバラ。かわいい彼女の T シャツは革命家のチェ・ゲバラ。
ゲバラゲバゲバこっちを見ている。バーケンさんでの多分半年ぶりぐらいなんですけど、いい感じです、じゃあ、次のネタちょっと、真面目なやつやります。ちょっとだけ真面目なやつ。地下鉄のインディアン、閉じ込められた疲れた群れの片隅で染まらずに輝き続ける野生の魂を見た。そこには戦士が立っていた。重く沈んだ大きな瞳から獲物を凍りつかすような鋭い眼光、岩肌のように深く掘られたその顔は彼らの永遠の戦いの記憶。戦士は僕らのなくしたものを持っていた。戦士は何も見えない地下鉄の窓からじっと遠くを眺めていた。突然無表情な人々を映し続けていた窓が果てしない荒野に変わった。戦士はラバに飛び移り七平線の彼方に消えていった。僕は確かにそれを見た。眼前に広がる果てしない大自然よ、何万年も生き続ける大自然よ、僕らの誤解を許しておくれ。やはり地球の主役は君たちなのだ。永遠のポーズをとった無数のサボテンたちに灰色の空から雨が激しく降りつける。雷鳴が鳴り響き稲妻が空を踊る。濡れていく岩山が怒りの表情に変わる。僕はただひたすらこの恐怖に感謝する。忘れていた本能の恐怖に、人間は自然に恐れるものなのだ。荒野、そこは夢に敗れた者たちの墓場。記憶は風に吹かれて薄れていくが、大地に染み込んだ涙は乾くことがない。19世紀半ばアメリカにたくさんのチャイニーズが送り込まれた。大陸横断鉄道を作るために奴隷のように働かされた。線路の枕木は彼らの墓標。第二次大戦中、突然アメリカに住む日系人は家を奪われ荒野に無理やり連れてこられた。強制収容所はアウシュビッツだけじゃない。